岸田政権の目玉政策経済安全保障推進法案を作成する事務方の責任者だった藤井敏彦内閣審議官が機能付けで更迭されたことについて松野官房長官はきょう処分につながる可能性のある行為を把握したと述べました藤井氏をめぐっては週刊文春が法令上必要な申告をせずに講演料を得ていた疑惑や 女性記者との関係について報じています。